い痛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 い。よ、よしよしよし。これで、これでバトルにできる。よし、よかった。闇カラスもゲットしたいな。ルクシオだったら、まあまあまあ、電気ショックだと倒すかもしれない。こういう時に早技するべき。いや、よし、よかったよかった。よかったのに、姉やずめちゃった。ということは、ここで早技にして、ちょっとだけこう、威力を落としたら、いいかな？あ、いいんじゃない、いいんじゃない、ちょうどいいんじゃない？アスラッシュ来ちゃうけど、まあ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 、大丈夫。以上なので、モンスターボールを、とりあえず、モンスターボールにしてみましょう。ダメだったら、スーパーボールに変えようかなと思っております。と、やったやったー、闇カラスゲットー。よしよし。よしよしなのに、誰かにもう見つかってる。誰かにもう見つかってる。危ない、落ちる。し大丈夫大丈夫。ドクケイルが、何人かいる。ここは誰かいる。あ、ニャルマーがいるのと、こっちにも毒系、うわー、ブニャットがいる。ブニャットが親分だ。ブニャット親分だけど、登れない、登れない、登れない。よしよしよし。ここでももうまっすぐ行けば、その場所、あ、声力が、声力が完全になくなりましたけれども、これは、ガーディーだ、ガーディーだ、翡翠のガーディーだ。翡翠のガーディがいるよ。これは絶対にゲットする。絶対にゲットします。絶対にゲットしたいんだけど、ちょっと遠いかな。ちょっと遠いかな。こうして、こうして、毒ゲールに見つかりそう。毒ゲールに見つかっちゃいそう。えい、えい、と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 、絶対に、絶対に、手元に入れたいんだ。あー、いなくなっちゃう、いなくなっちゃう。にゃーん、ルクシオ出てきて、お願い。ああ、かわいい。そう、この子はね、絶対に連れて行きたいなって、もともとのね、PV の時点で思ってたの。倒されちゃった。倒されちゃったけど、このタイプでいいのかな？かな？どうかな？そんな感じがするね。水の波動だと倒してしまうかな。どうかしら。やってしまった。いない？もういない？もういない？いやー、倒しちゃった。悲しい。また出てきてくれないかな？いないかな？ヤルマしかいない。またここぐるぐる回ってたら出てくるかな？なんとしてもゲットしたかったのに。ああ、見つかってる。誰かに見つかってる。闇カラスだ。闇カラスに見つかってしまっている。ちょっとぐるっとじゃないけど、ブーニャットは危ないけれども、ここちょっとぐるってしたらもう一回出てきたりしないかな、ガーディ。いない？いないな。いないな。見つかる。見つかっちゃってるけど、ここだね。ここに行けばいいんだね。ちょっと見つかってるの。うわー、嫌なんだけど、嫌なんだけど、ここで私はレポートを書きたいのに、レポート書きたいのに。危ないんだけど、危ないんだけど、荒ぶってる、荒ぶってる。危ない、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 危ない。ここはちょっとこうして、これはもうバトルしないと厳しいかな。ちまきくんをちょっと前に出てきてもらって、いない？あ、いるね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 。ので、よいしょ。ちまきくんに出てきてもらいましょう。よし、よしよし。バトルして、勝つか、ゲットして、ここで落ち着いてレポートを書きたいなと思っております。風起こしがいいかな。木の葉よりはまだいいかもしれない。力技で行きましょう。羽休めがあるのがね、ちょっと厄介なところを。エアスラッシュ来ちゃう！いやー！そっか、そうだよね。でもね、ちょっとルクシオの体力がないのが悲しいところ。ミミロルにしようかな。あとみんなの体力がなさすぎて、この後大丈夫かなって思ってるんだけど、バトルになったりするかな？しないかな？ドレインキスー！よし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 。よかったよかった。これで闇カラスを倒せたので、よしよし。ではでは、ちょっと頑張りの砂が出てきてありましたが、もしかしてガーディーとちょっと
戦うとかっていうことなのかな。奥に見えるのがガーディーな気がするのですが、まずはここでレポート書いておきましょう。さてさて、レポートができたのですが、まずはみんなの回復をしてあげましょう。じゃないとちょっとね、この状態では怖いもんね。鍛えてあげてほしいみたいなね、お話も出てたから、バトルになりそうだもんね、と思いつつ、傷薬でいいかな？ヒットポイント60回復だったらちょうどいいかもしれないね。ほとんどみんなが全回復した状態で、ちまきくんだけちょっと足りないけど、まあこれぐらいなら安心かな？行ってみましょう。あなたはガラナさんでいいのかな？と、やーん、ガーディーだ、ガーディーだね。おっきい子とちっちゃい子がおります。こっち向いてくれ。あー、こっち向いた、こっち向いたー。かわいい。ガルルはー、泣いてる。およしなさいなー。威嚇だったのかな、今の。私は、真珠団のガラナさんだったね。あなた様はー。あー、銀河団のー。メイと申します。バサギリとドレディアを沈めた強者と聞いていましたが、存外優しそうな顔をしておられるのね。 ありがとうございます。なんかちょっと恥ずかしいね。あのお顔の下のそれはなんだろうね。それで何をしにいらしたの？幸いなことに群青の海岸にアラブルキングはおりませんのよ。高波にさらわれた子供を救うため身を投げ出し海の木屑となり、そうだったね、悲しいことになってしまったんだよね。どちらがキングの子供のガーディーだと思われます？急に、なんだろう、大きい方、小さい方、キングの子供っていうぐらいだから、こうちょっとこうキングの後継者みたいな感じで、お大きい子かなと思ったり、でもね、ちょっとこう海で溺れかけてしまってたのをこう助けるっていうお話が今出てたから、小さくて、体が小さくてちょっと泳ぐのが大変だったから溺れかけてしまったと思うと、小さい方な気もするし、どっちだろうね。小さい方って言ってみようかな。どちらでもおかしくない気はするんだけれども、あら、お目が高い。こちらのおとなしくてすぐに隠れたがるガーディーが仙台キングの子供なのです。あったったね。このキングたる資格の持ち主ですが、この子は父の死を目の当たりにして心に深い深い傷を負いました。それを無理やり鍛え次なるキングにするなど私には到底できませぬ。そうだよね。真珠団のみんなに何と言われようと、この子のあるがままに寄り添おうと決めております。さて、キングがいないと知ってもまだ雇用があるのかしら。あー、でもね、カイさんの気持ちもわかるし、ガラナさんの気持ちもわかるけど、後継者の特訓、皮膚島。でもここで特訓の話はちょっと酷な気がするので、島のお話にしましょう。あー、皮膚島の調査、最近怪しい影を見るとの噂です。ただ皮膚島に行くにはポケモンの痛い塔に乗って海を渡る必要がございますね。あれがそうなんだね。海を渡るには金剛団キャプテン鈴木様に相談なさるとよろしいかと。わかりました。皮膚島はおかしいですよね。怪しい影もそうですが、空の裂け目からの不思議な雷、雷とは雷と申しますので、神王様がお怒りじゃないかって不安になってしまうのです。というのも、真珠団、金剛団それぞれが崇める神王様こそが本物だと争ったことがありまして、つまり本物の神王様からしたら偽物を崇める不届きな連中がいるってことですから。ああ、鈴木様でしたらイチョウの浜辺からつながるエイパム山で暮らしておられます。エイパム山、どれって分かんなかったけれども、くぬーん、くぬーん、あ、こ、ど
どうした、結構遠くに行かなきゃいけないんだね。あーかわいい、ダーディくぬー、こっちの子はガルルはかわいい、かわいい。ではそっちに行ってみてねということでいいんだよね。ということでこのあたりでは、出てこないかな、もう一回出てこないかな、ゲットしたかった。ちょっとあのね、いつ出てくるかわからないけれども、あのまた絶対に来る、絶対に来て絶対にゲットする。いないね、いないね、いやー残念、残念だったな。でもこの辺こう歩いてたらひょっこり出てくるかもしれないと思いつつよ、思いつつブニャッとがいるけれども大丈夫かな。ここはもう怪しし様に乗って走ってしまいましょうかな。こっちこうぐるーって回らないといけなさそうだね。こっちにはいないか、うわ危ないな危ないな危ない、ここ降りれる大丈夫、あー大丈夫そう、大丈夫そう、大丈夫そう。そーっと行ったら迷子の磯辺だって、あー危ない危ない危ない、何も見えない、あーなんかあるよ、あるよある、触れる、触れるができそう、触れる触れる、よしよしよし、このエリアに散らばっている灯火の数は残り19個だって。ひょっこりひょっこりね、取れてよかったけど、どこここ危ないよ危ないよ、ちょっとここちょっとずつ降りよう、ちょっとずつ、危ない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 、よし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 、ここなら大丈夫じゃない、ここ大丈夫そう、あーよかった。おー、クタンがいる、クタン多分あれ大きいよね、荒ぶってるね。とこっちはもう何もないかな、なさそうだね、なさそうだね、あーガーディーなさそうだね、この辺にはね。スコルピンにちょっと追いかけられておりますが、ここはもう走り抜けてしまいましょう。クタンちっちゃい子いたらねゲットしたいなと思いつつ、ちょっと親分と戦うのは避けておきましょう。このあたりからこう行けるわけではないね、やっぱりぐるっと回らないといけない。あー危ない危ない危ない、大丈夫大丈夫。ではでは、あワンディキーがいる、ワンディキーちょっとゲットしたいね。ちょっと見つかっていますが大丈夫かな、大丈夫、まだ見つかってる、まだ見つかってるよ、まだ見つかってる、危ない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 、よし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 、隠れた、これで隠れられたかな、どうかな。ワンディキーがいる、そうだ向こうにゴーディキーがいるもんね。危ないよ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 危ない、うん、あの子あの子、わ危ない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 、よいしょよいしょ、隠れて隠れて隠れて、まだ見つかってる、まだ見つかってる、見失ってくれたかな、危ないよ危ないよ危ない、あの子寝てそうなのに、ワンディキー危ない危ない、もうすぐそこまで来てる、ダメだ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 、あーまたまた今度にしましょう。まあ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 仕方がない。あ、イチョウの浜辺来たよ、イチョウの浜辺に来たけれども、こうマーカーが向こうだから、もっともっと向こうだよということでいいのかな。このバリバリもは持てないだったね。玉ざらしがたくさんいて、ここでもねちょっとゲットしたいのですが、モンスターボールがちょっと少なくなってきてしまったので、今のところはまっすぐ行きましょう。危ないかな危ないかな危ないかな、大丈夫かな、あー見つかってる見つかってる、ダッシュでダッシュで行きましょう。あ、ブイゼルがいる、ブイゼルがいて、向こうにフローゼルもいる、フローゼルとちょっとゲットしたいな。よいしょ、ここで降りて、ここちょっと木の実、木の実も取りたい。よし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 。で、あの子は、親分かな、親分だったらちょっと厳しい気がする。ボングリの実が持ちきれてない。今なら誰にも見つかっていないのですが、どうしようね。このあたりちょっと置いていこうか。ちょっと残念だけれども、ちょっと一個捨てて、ボングリの実を取って、ちょっとモンスターボールもここでひっそりと作ってしまいましょう。ボングリの実が5個あるので、とりあえず5個作っておきましょう。すぐなくなっちゃうだろうけど、フローゼルがいまして、あの子は親分ではなさそうなので、ゲットできるかな？あ、奥の方にいる子寝てるかもしれないね。
あの子、あの子、ああ、出てきちゃった、出てきちゃった。危ない、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 危ない。大丈夫？まあ、見てるけど、まあ、大丈夫そうよ。大丈夫そうよ。もう一回、もう一回、もう一回チャレンジしたいなぁ。どうかな、どうかな。あー、どう。いける。よし、よし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 。どうかしら。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。